みんな、よろしくね。いつでも呼んでちょうだいね。周囲を警戒しましょう。すべてのモンバーを倒さねば、先には進めぬようだぞ。行くぞ。注意して、何か仕掛けてくる。質量。どこを狙うのだ。はい、それ質量変化の術。それそれ、どこを狙うのだ。はい、まだまだまだ。もう少しで倒せそうなのだ。やあ、バメ返し。それ。うん。と、やば。敵が出現します。やったのだ。次。と、やば。周囲をよく見るのだ。もう少しで倒せそうなのだ。それ。それ。鋼さん、雷剣射出。よきよき。先を急いだ方がいいわね。修行が足りなかったようね。
ん？何？周囲をよく見るのだ。しっかり見極めるのだ。あいつの動きをよく見て、落ち着いていきましょう。飽き飽きしていたところよ。来世を入れ直した方が良さそう。つむぎちゃん、遠慮はいらないわよ。つむぎお姉様、地中に勝つありです。よーく相手の様子を見るのだ。とやばっゆいえやーつばめ返しとやばっつばやばっもう少しで倒せそうです。行きたぬそれ。小耳ちゃん、やったのだ。次鋼さん、来剣射出と、やばやばしびれなさい。まだまだイオちゃんと、やば小耳ちゃんひと、やばよいぞイオちゃんいけと、やば小耳ちゃんくらえと、やば鋼さん、来剣射出遠慮はいらないわよ。とことんやったれー。鋼さん、しびれなさいと、やっとの調子です。小耳ちゃん、もう少しで倒せそうなのだ。もとの収穫つばめ返し、くらえやばっもう少しで倒せそうなのだ。やばと、やばつばめ花火になりました。先を急ごう。それそれ、気配が変わった。気をつけましょう。なんだか嫌な感じがする。からくりの準備はできてるわ。あまり無理をするなよ。それ
の祭壇？剣心さんたちはまだついてないみたいね。すごい正気だ。これで眠っている状態とは、魔王とは、蘇ったらどれほどの力を持つのだ。少なくともここには住みたくないわね。体の部品が正気で錆びちゃう。信長様、先についていらしたんですね。遅いぞイオ、それに紬たちを。待ちくたびれたわ。ごめんなさい。あの、信長さん、魔王はどこ？眠っているうちに倒しちゃいたいんだけど、どうしたらいいの？その祭壇に祀られているのが魔王だ。今はなんとか俺のあつ森で魔王を抑え込んでおる。人間50年。あの踊り、そんな力があるのかな？これが魔王なのか。っていうか、魔王ってこんなに大きいの？これじゃあ首を落とすのも一苦労。って首取れてるじゃん。刀でギコギコやらずに済みそうなのは良かったけど。何なのだこれは。これではまるで魂のないムクロではないか。小耳ちゃん、どうしたの？あ、いや、なんでもない。紬の言う通り、あの大きさでは首を落とすのは難しそうだ。どうするのだ、織田信長。見ている。見てるだけでいいの？そうだ。お前たちはただそこで見ていればいい。三度目は言わせるな。大丈夫、信長さんの言う通りにしましょう。きっと信長さんが魔王をどうにかしてくれるんだよ。でもなんだかいつもの信長様じゃないみたいで、私なんだか怖いです。信長さんのこと信じてるんでしょ？だったらきちんと見届けなくちゃ。はい。では始めるぞ。またあの踊りやるんだ。人間50年。雰囲気が変わったわね。迫力があるっていうか。下天の内をくらぶれば。信長め、ただのムクロに何をしようというのだ。これで魔王を倒せるのですね。信長様が望んだ戦のない世の中に。夢幻のごとくなり。何？なんか急にゾクッときたんだけど。そうか、ずっと聞こえていたのはウヌの声だったのか。俺の心に語りかけていたのは魔王よ、お前だったんだな。信長様、誰と話してらっしゃるのですか？お前には聞こえないのか、イオ。だってここには私たちと信長様しかいません。他には誰も。おるではないか。魂を失ってさえ地の底から響く悲しい声の虫が。俺が分かるぞ。
ウヌの絶望が俺には聞こえるぞ。ウヌの鳴き声か。なんだこの振動は。魔王が信長の声に呼応しているのか。ダメです、信長様、魔王と話してはいけません。それは分かり合えるようなものでは。お前には、いや、お前たちには分かるまい。だが魔王が垂れ流す慟哭が俺の胸に響いてやまぬ。まさか魔王を蘇らせる気じゃ。信長様は魔王を、いえ、魔王の力を手に入れようとした明智様を撃ってくださるのではなかったのですか。光秀は見つからなかった。もしかしたら最初から魔王の祭壇などを目指していなかったのか。どういうことですか。約束は守ろう。お前に見せられなかったのは残念だが。信長様は何を言っておられるのですか。私には分かりません。きっと死ぬまで分からぬだろう。それならばいっそのこと。信長さん、何をする気。信長様、どうして。今までご苦労だった。今まで、どういう意味ですか。やり方を変える。お前には耐えられないだろう。いや、俺はお前に悲しい思いをさせたくないのだ。これは慈悲だと。信長さんから引き離して。任せて。それ。ああ、信長様。素早いな。世を殺し損ねてしまった。今何をしようとしたの。答えて、信長さん。説明されねば理解できぬこと。察しが悪いわけではない。なんで、どうして。いくらなんでもこんなのひどいよ。よちゃんは信長さんのこと信じてたのに。私だって知ったことではない。お前たちが勝手に信じたんだ。いや、信じたかっただけだろう。私のことはどうでもいい。でもよちゃんを裏切ったことだけは許せない。あなたに命じられて、あなたを信じてここまで来たのに。紬お姉様。俺は言ったはずだ。正しいと思うのなら使命を受け入れる。選んだのは伊代自身。伊代ちゃんはあなたの野望のために使命を受け入れたのよ。そう責めるな。俺も光秀を殺し、その後魔王を滅するつもりで乗り込んできたんだ。だがここへ来て魔王を見て気が変わった。気が変わった。どうして。分からんのか。素晴らしいではないか。この力の前にはどんな名刀も百丁の種ヶ島も及びはしない。光秀めにはもったいないというのならば俺が使ってやろう。俺は魔王となって地の果てまで、文字通り天下のすべてを手に入れる。ワクワクするではないか。
嘘よ。あなたはそんな人じゃない。死んだとも口を聞く。小娘ごとき何がわかるものか。一体俺は何を知っているというのだ。信長さんがどうして戦を続けるのか聞いたわ。この世から戦をなくそうとしている人が魔王の力に目がくらんだ。そんなわけない。世から聞いたか。魔王の力でそんなことしたら歴史が変わっちゃうのよ。わかってるでしょ。文句があるのなら俺を止めてみせろ。やり方はわかってるな。やり方ってそんなの嫌だよ。紬ちゃん、気をしっかり持ちなさい。信じたくないだろうけど、現実を見なくちゃダメ。刀を抜くのだ、紬。戦いたくないから戦わないなどという理屈は、あの男には通じんぞ。戦国時代だからって言うんでしょ。でも、そんなのって、そんなのって。信長様、本気なのですか。魔王の力というのは私たちを裏切ってまで手に入れなければならないのですか。くどい。俺は魔王になる。いや、ならねばならんのだ。そんなこと歴史が許さない。歴史がどうなるかなぞ。それこそ知ったことではないな。クソくらいだ。あなたって人はどこまで。魔王は目覚め、亡者どもは仕えるべき主を思い出すか。是非もなし。紬よ、刀を抜け。こんなにたくさん敵が。生き残るために刀を抜け、紬。新たな魔王の道を阻む覚悟があるならば、今ここで俺に示してみろ。うわに落ち完全
無数の猛者、まことの魔王者、さりと貴重でさぞ驚くだろう。それと、やば、これが加減神天流の剣術よ。からくりを強化すればさらなる高みも。強くなったな、褒めてやろう。だがそこまでだったな。信長さん、やめて、やめなさい。これは返しておく。俺にはもう必要なくなった。これは私の教科書？なくしたと思ってたのに、どうして信長さんが持ってるの？紬よ、お前は知っていたのか。今日本能寺で何が起きるはずだったのか。知らない。何の話をしているの？そうか、知らなかったのか。俺はな、今日光秀が起こした謀反によって殺されるはずだったんだ。ここ本能寺で死ぬはずだった。どうして？光秀さんはあなたに勝てないから魔王の力を手に入れようとしたんでしょ。だったら信長さんが死ぬわけないじゃない。その教科書とやらに書いてあったぞ。天正十年6月2日、本能寺にて織田信長シスト。それが本来の歴史らしい。そんなのって、だから魔王になろうと思ったの？自分が死ぬ運命から逃れるために。言い訳はせぬ。信長さん、織田信長、やめなさい。魔王になってどうするつもり？それを話してどうなる。俺はもう後には引けんのだ。そのために人の心を切って捨てた。本来の歴史などというくだらんものを叩き潰し、前へと進もう。そして俺が通った後が新しい歴史になる。魔王になって最初に私を殺すの？つまらんことを言うな。これでも俺は紬、お前のことを認めているんだぞ。お前はよくやった。ただ果たせなかっただけだ。殺しはしない。もはやその価値もない。私の話を聞きなさい、織田信長。そうだ、本能寺へ行かなくては。まずは俺を殺そうとした光秀に、俺が魔王になったことを知らせてやろう。それを新しい歴史の始まりにしようではないか。お前を殺すよりよほど楽しそうだ。そんなことさせない。させない？どうやって？立っているのもやっとなのに。
私の体、しっかりしなさい。ここで信長さんを止めなきゃ、何のための調律の巫女よ。お前はここでじっくり眺めていろ。そうすることがお前にとって死ぬより辛いはずだ。信長様、どうかどうか思いとどまってください。騒がしくなってきた頃合いか。どうしてこんなことをなさるんですか。どうして。魔王の力を知れば、そのようなくだらんことを問う気も失せる。しかしそれをお前に理解してくれなどとは言わん。理解できるとも思わん。待ってください信長様、一つだけ教えてください。なんだ、言ってみろ。あの時お祭りの夜、信長様はおっしゃられました。戦のない世の中を実現するために天下を手に入れるんだって。それが自分の歩む波動なんだって。その信長様の野望のために私に生きろって。あの時のお言葉は嘘だったのですか。どうか思い出してください。こんなことになるなら、どうして私を拾われたのですか。私は何のために今日まで生きてきたのですか。教えてください信長様。知れたことよ。いや、お前は俺が魔王となるのを見届けるために今日まで生きてきた。話すこともない。思い出はこの古い歴史ごと捨てていく。お前たちはただ絶望に打ちひしがれている。ダメよ信長さん、こっちを向いて戻ってきなさい。さあ魔王よ、我が魂をくれてやる。代わりにお前の力を俺によこせ。歴史を、運命を変える力を。くこれが魔王。勝てるとか勝てないってレベルじゃないよ。こんなのとどうやって戦うの。お前たちの恐怖が伝わってくるさ。信長様が魔王になってしまわれた。俺はもう人ではなくなったんだ。いいよ、憧れの目で俺を見上げることも。だがそれでいいよ。俺は自らそうなることを選んだのだから。目指すは本能寺。まずは光秀の軍勢ごと踏みつぶしてくれよ。
落ち着いて、イオちゃん。でも、お姉様。それよりも、鋼さんと小耳ちゃんの様子を見てあげて。はい。信長さん、いえ、魔王は本能寺へ向かってる。そうなったら歴史が改変されちゃうんだ。その前に追いついて止めなきゃ。絶対に止めなきゃ。小耳ちゃん、少し時間をもらえるかな。つむぎ、いつになく真剣な眼差しではないか。ここに来てからいろいろな特訓をしてきたんだけど、もう少しやりごたえのある特訓もしてみたいと思って。ほう、その向上心は嫌いではないぞ。で、わらわにどうしてほしいのだ。陰陽師の力で何か新しい技を得得できないかなって思って。いきなり言われても無理だよね。小耳ちゃんでもさすがにね。お主、誰に口を聞いておるのだ。え？わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、大陰陽師と名高い大春日の小耳咲の早姫ぞ。無理なことなどあろうものか。それじゃあ、今のお主に必要と思う技を得得する手伝いをしてやる。早く支度をしろ。は、はい、大陰陽師様、光栄であります。一つ言っておくが、今のわらわに手加減という言葉はないからな。あっちゃー、小耳ちゃんのプライドに触っちゃったかな。なんとかやり遂げた。小耳ちゃん、本気を出しすぎだよ。ふん、その気にさせたのは紬、お主だろ。自業自得というものだ。はい。疲労で甘いものが欲しくなったではないか。コンペイトを持ってきて正解だった。じゃあ私も食べようっと。おお、主もコンペイトを持っておるとはな。モフモフのお耳と尻尾をした優しい方がこっそりポケットに忍ばせておいてくれたんだ。こんな場所にも世話焼きがいるものだな。まあ、共にこうしてコンペイトを食べるのも良いものだが。そうだよね。すっごく美味しくて、とーっても甘い。Thank you.